ご紹介に預かりました農学生命科学研究科生物環境工学専攻の吉田と申します。私の話題提供では土壌と植物という農業における放射能問題の最も基本的なつながりから少し幅を広げまして、農地の放射能と周辺の放射線量の関係についてお話しさせていただきたいと思っております。生活圏の除染が国とか市町村で進められておりますが、一方農地の除染については農水省による実証事業が今年度始まりまして、今秋口におよそ完了したという状況にあります。その経過の中で方法について一定の整理がなされているという状況にあります。農地の除染の目的は、いわゆる住宅地等の除染と異なりまして、2つの目的が挙げられます。1つは農地から作物への放射性セシウムの移行を低下させるという一番農業において基本的な目的です。農産物に吸収されるセシウムの濃度というのは、そこに植え付けられる土壌の方のセシウムの濃度にいわゆる移行係数という係数をかけて見積もられております。現行の一般の食品のセシウム放射能の基準というのが現在100ベクレルパーキログラムというふうにされているのは、先ほど二瓶さんの方からもお話があったところですけれども、これに対して移行係数を考慮して土壌のセシウム濃度はいくらまでいいかということを考えて、その上で除染すべきか、どれくらい除染すべきかといったようなことを考える必要が出てくる。これが農地の除染の1つ目の目的になります。で、私が本日お話ししたいのは2つ目の方になります。2つ目の目的は、生活や作業の場としての農地及びその周辺部の空間線量を低減させて、生活あるいは農作業の上で安全な環境に戻していくと、そういう除染の目的が2つ目の目的でございます。農地の避難解除の要件として、今20ミリシーベルトパー年、年間20ミリシーベルト、時間あたりで言いますと 3.8 マイクロシーベルトというのがありますけれども、まずこの要件にかかるように生活環境の空間線量レベルを下げていくというのが必要ですし、さらに生活環境の場合には、最終的に1ミリシーベルトパー年、年間1ミリシーベルトまで追加線量を下げなければならないということが国の目標として掲げられております。それではこちらの土の方のセシウム濃度とこの空間線量との間っていうのはどういう関係にあるのかといったことが問題になります。つまり農地の除染を進めるのにあたって、この作物の方の問題としての目標レベルと空間線量を下げるという目標レベルが整合性があればいいですけれども、どちらかが微妙に違ければどちらを優先させてものを考えるかといったことも出てきますので、その辺どういうことになるのかといったところを本日お話しさせていただきたいと思っております。この図は、航空機モニタリングによって、調べられた、空間線量率、福島県内なんですけれども、空間線量率を色付けしたマップの上に、実際に採取して取った土壌の放射性セシウム濃度をこのグレーの丸の大きさで表して重ねて示したものです。この図を見ますと、黄色から赤というところが空間線量率がいわゆる 3.8 マイクロシーベルトパーアワーという避難解除の要件になるかならないかという境目になるわけですけれども、この黄色とか赤の領域とこちらの放射性セシウム濃度が5000ベクレルパーキログラムを超えているという領域がおおよそ重なっているように見えます。つまり、土壌の汚染レベルと空間線量率というのは、明らかに正の比例関係があるということは分かります。でこれは非常に広域の地図で、しかもこういう荒いレンジで空間線量率や土壌の濃度を示したものですので、一見非常にいい対応をしているように見える。つまり土壌の汚染が分かれば空間線量率もすぐ分かるというふうに見えるんですけれども、実際もう少し狭い範囲で見てみますと、なかなかそう簡単ではないということが分かります。これは私どもが福島県内の水田で空間線量率を実際に測定した例なんですけれども、これがだいたい200メーターぐらいということで、400×200 メーターぐらいの水田の団地をくまなくまでいかないんですけれども、細かく空間線量率を測って回った結果です。で色は、黄色が比較的低いところ、2から 2.5 マイクロシーベルトパーアワで、色が赤みを増すに従ってだんだん高いところになりまして、この赤いところは4から 4.5 といったような分布になっているということを示しています。で、この図を見ますと、たかだか 400×200 メーターぐらいの広さのところなんですけれども、だいぶその場所によって空間占領率が違うということが分かります。で、こうなりますと、じゃあここが低いのは何でか、ここが高いのは何でかっていうことが、何かしら理由が当然あるわけですけれども、どういうふうにじゃあ土の方の調査をしたらここが高いとか低いとかっていうことが分かるのかと。そういったところがなかなかその理屈とですね、実際にどうしたらいいかという部分が難しいというところがありまして、で、私の方でもう少しこの推定する方法というものを考えなければということで、今回ご提案させていただきたいと思っている内容になります。で、土壌のセシウム濃度、いわゆる放射能と空間占領率の関係が、こういうふうに単純でなくて、なかなかちょっと簡単にはパッとわからないといった理由として、2つ重要な点を指摘しないといけません。で、1つは、セシウムの降下量が同じように降ったと、あるところに上から降ったセシウムが同じでも、表層に集まって分布しているか、これは深さ方向とセシウムの濃度をグラフにしたものですけれども、表層にたくさん集中して下の方は少ないといった分布と、あと平均的に土壌中に深いところまで分布しているといった状況では、同じ量を降ってて、同じ量15センチで平均すれば同じ濃度なんですけれども、空間線量は大きく異なります。で、これは深いところにあるセシウムから飛び出すガンマ線というのは、土の中を通過するときにどんどん減衰してきまして、空中に飛び出してこれないんで、深いところにたくさんある傾向にあれば、それだけ外に対する影響は減ってくるということです。表層に集まっていれば、上に飛び出したのが自由にピュッピュッピュッと空間に出てきますので、空間線量が上がるといったことです。で、こういった分布というものをまず考慮しないと、正確には空間占領率というのは求められないということになります。で、もう一つのポイントは、占領率計測点直下の土壌、つまりここで空間占領率を測っているとしますと、すぐ下の濃度が例えば500ベクレルパーキログラムだとしますと、これはこの辺の全体の平均から見たら非常に低い、除染した後のような状態になっているんですけれども、しかし実際に測ってみると、ここは必ずしも低くなっていないと。で、その理由は、周囲の田んぼから飛んでくるガンマ線の影響があるからということになります。つまり、空間占領率っていうのを推定するためには、その場所の直下だけの土の条件じゃなくて、もっと周りの森林とか建物とかも含めた周りの環境の中で放射能がどれだけ分布しているかといったことを、ちゃんと情報として得て、それを評価しないと、空間占領率がどうなるかっていう議論はできないということです。つまり、このマップの情報といったものが必要だと。それが2つのポイントになります。そこで、で、私の方では、GIS といわれる、最近よく使われておりますけれども、地理情報システムというものを利用して、そのマップの情報をまず整理しまして、で、そのマップ情報に基づいて、いわゆる、簡易計算法というんですけれども、これは放射線の遮蔽の計算の中で一般的に使われている方法ということなんですけれども、その簡易計算法というものを用いまして、このマップの情報をもとに、空間線量がいくらになるかというのを計算するという、その手順を提案させていただきたいと思います。まずですね、この図のように、土壌の深さごとの汚染状況をマップ上に展開します。で、GIS というのは、こういう地理情報をパソコンの上でうまく扱うためのツールで、よく使われているものなんですけれども、このように、例えば田んぼの区画をまず最初に切りまして、その区画のこの区画、この区画、この区画と、それぞれの区画に対してある属性を持たせます。で、これでしたら、この黄色い区画はこういうようなセシウムの濃度分布になっていますよっていう情報をそれぞれに与えていくっていう作業を最初にします。で、この例では、ここで4点で実際に土壌のセシウム濃度のプロファイル、鉛直分布を調査したんですけれども、そのデータをその近隣の6つの水田の値としても一気にまとめて入れてしまいました。で、これは実際にはもっと細かくデータがあれば細かく入れることもできますし、手順としては別にこういうふうにしないといけないということではないんですけれども、今データ数がちょっと限られてますので、そういう形でデータ入力をしております。で、そのようにまず地図上に汚染状況を入力しましたら、その次ちょっとこれ分かりにくいんですけれども、空間占領率を推定したいという点をここだとしますと、ここから等距離にあるリング上の領域を全体を分けていきます。で、リング上の領域っていうのはどういうものかっていうと、まあ、イメージとしては缶詰のパイン、スライスパインありますよね。缶詰のパインみたいな形をした領域で全部こうに切り分けていくってことですね。その距離に応じてですね、まあ、ドーナツと言ってもいいんですけど、まあ、どっちかっていうと、膨らみはないんで平ったくこうスライスしたようなこういう輪切りにしたような、まあ、状態のものに分けていきます。でそうしたら分けられたところの、土壌の土層の平均濃度というのを計算してそれをこう記録しておきます。でそういう下準備をした後でですね、その後それぞれの、そのパインの部分から飛んでくるガンマ線がどれだけあるかっていうのを、まあ、計算するっていう次のステップに入るんですけれども、これはちょっと式を示しましたがこれを詳しく説明している時間はないので、もしご質問があれば後ほどお願いしたいと思います。でこの、式の、まあ、基本的な意味なんですけれども、まあ、ガンマ線の強さっていうのは、まず、距離、そのガンマ線源となるその放射能を帯びたものからの距離と、あとその間の媒質の部分のが何か、つまり土か水かとか空気かとかっていった部分問題、あと元のここにある濃度ですね、それを3つの掛け合わせとしてここに飛んでくる、ここからここに飛んでくるガンマ線の強さっていうものが決まってくるという基本的なルールに従ってくるわけです。でこの距離による効果っていうのは、ある一点から飛び出すっていうのは球面上にこうガンマ線が飛び出しますので、その面積になります 4πr2 乗って距離の2乗に反比例した形で強さが決まります。で2つ目のこの媒質通過による減衰効果っていうところなんですけども、これは途中が土でしたらそれだけ減衰が早いですしただの空気でしたらそれの100倍ぐらい遠くまで飛んでいくっていうように、途中の媒質による減衰は変わってくるんですけれども、この減衰は指数関数的に距離の指数関数的に減衰してくるっていう効果があります。でこの濃度については先ほどのパインのその平均濃度っていったやつを計算して入れてやればいいと。でこれを掛け合わせますと、あるそのパインっていう、つまりこの領域から飛んでくる量のガンマ線がどれだけ飛んでくるかっていうのが一個一個計算できます。でその一個一個計算してやったやつをもう全て足し合わせます。そうするとある自分の今いるところに飛んでくるガンマ線の総量っていうのが出てきますっていうような考え方で、各リングからのガンマ線を計算して全てのリングについて足し合わせるって書いてあるのはそういう意味です。これシグマ使って書きましたけれども、要するに全部自分の周り全部から飛んでくるのを足し合わせると、そういう意味でございます。でこちらがですね、例えば今の、現場の例を解析した結果になります。でこういう水田の区画の中の、ちょうど中央のところと、あと左端の南西の隅っていうところ、この2箇所に関して実際の土壌の汚染濃度の情報と情報から、空間線量がいくらになるかっていうのを、計算してみた結果と実際に測った結果を比較したものです。で左側のこれが地区の中央、ここの場所の結果で、こちらが南西側のこの角の結果になります。で調査時期が積雪が20センチあった時と積雪がない時とありますので、それも比較してます。でまず積雪が、あった時ですけれども、これは積雪がない時に比べてだいぶ低くなるんですね。でこれは積雪がその地表面を覆ってますと、その積雪の層の中で減衰しますから、その効果が表れてます。スキー場なんかは空間線量が低いなんていうことを一生懸命アピールされてましたけど、それはそういうような理由になります。で積雪20センチの場合、この地区の中央ではおおよそその推定値と実測値は近い値になってますし、積雪がない場合もおおよそいい感じに推定されています。なおこの積雪がない時の実測値は私が測定したんじゃなくて、高エネルギー研究所の岩瀬さんらが測定したものですね。これはお断りしておきます。南西のこっち側の角については積雪が20センチあるときはかなり、実測と推定が合ってないんですけれども、これはその推定の仕方にちょっと問題がありまして、そのここは道路なんですけれども、道路の上にはもう雪がなくて田んぼだけ雪があったんですが、これちょっと計算方法から道路だけ雪がないっていうような設定がしにくかったものですから、その道路に雪がない条件入れなかったんでちょっと合わなくなってます。で積雪がないときはかなりよく合ってるっていうことになります。それでですね、この方法でかなり推定ができるんじゃないかということで、じゃあ除染した効果っていうのはどういうふうに出てくるかっていうのをやってみた結果をここからお話ししたいと思います。除染による効果の推定については、先ほどの同じ地区でこの黄緑色で塗られた左から西側から2番目のこの区画、水田区画だけを除染します。で他のところも何も除染しないで残すと、そういうシナリオを考えます。ここの地区の、その汚染レベルは、15センチの平均で、5000とか8000とか1万3000とか、それぐらいの、レベルの汚染をされた水田です。で、その2枚目のところだけ全部、除染すると。そういうシナリオを組みます。で、除染の方法は2つ考えます。1つ目が、耕運。で、耕運というのはただ単に土をひっくり返すっていう作業をします。これは深さ10センチまでを耕運して、一番上のところにたくさんセシウムが集まっているわけですけれども、その表層に集中した放射性セシウムを全体にこう平均化させるといったような処理をするったらどうなるかっていう想定です。で、2つ目の想定は、剥ぎ取ってしまう。表層5センチまでの汚染度を完全に剥ぎ取ってしまって、で、剥ぎ取ったものをどうするかっていうのは、これは通常今の事業でやってるものに関しては、ちゃんと処分所に持っていくっていう、シナリオになってますけれども、その深さ5センチまでの汚染度は、ここから違うところに持っていって、きれいな土を5センチかぶせるっていう、そういう除染を2番目の想定として設定してます。で、結果ですけれども、現況は 4.7 マイクロシーベルトパーアワーぐらいありますと。で、それに対して10センチ耕運しますと、おおよそ半分ぐらい、半分までいかないんですけど、半分強まで、空間占領率を下げることができるでしょう。で、さらに剥ぎ取り客動をすると、いわゆる除染、一番最終的な除染目標とされている追加占領1ミリシーベルトパー年っていうのをさらにクリアするぐらいの低い空間占領まで下げられるっていうような推定ができます。で、このような推定を使いますと、これ今シナリオ2つしか設定しませんでしたけれども、耕運の深さをもっと深くしたらどうなるのかとか、反転したらどうなるのかとか、あるいは剥ぎ取った土を下に深い層に埋め込んだらどうなるのかと、そういったようなことが、実際にやってみなくてもかなりの精度で、推定が事前にできるといったことで、いろいろ使い道があるんじゃないかというふうに考えております。以上、話まとめますと、ガンマー線の簡易計測法と GIS、地理情報システムを組み合わせて農地土壌の汚染マップから空間占領率を計算する手法というのを、今回提案しました。で、この手法を用いれば農地の除染が空間占領の低減に及ぼす効果を事前に推定することが可能となります。で、また除染が計画通りにちゃんと現場で行われたかどうかを空間占領率の推定値から検証するというような使い方も考えられます。以上で、この方法の、ご説明を終わりにさせていただきたいと思います。時間があれば課題等も述べたいんですけれども、とりあえずこれでお話一旦やめたいと思います。どうもありがとうございました。時間はありますので、もし課題とかありましたら最初に、はい、あれば。今もしよろしければどうぞ。じゃあちょっともう少し追加で述べさせていただきます。口で述べさせていただくことになりますけれども、この今の方法なんですけれども、あくまで平たい、完全に平らな部分を想定していまして、3次元的な膨らみとか、あるいは急傾斜の崖とか、そういうものがあるとどうなるかっていうところの考慮までまだ出来上がっておりません。で、この辺の問題は当然解決していきたいと思ってるんですけれども、なかなかすぐにはこの GIS っていうその地理情報っていうのは基本的に2次元的なもので描かれているので、いわゆる3次元的な図面 CAD とかですね、3次元的な図面と違ってちょっと扱いが難しいんで、そのあたりはいろいろその GIS の特に強い方とかと共同研究しながら進めていきたいというふうに思っているというところです。はい、ありがとうございました。